ミッシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴです。はい、ということで今日は何の日ですか？今日はバレンタイン、イエーイ。私たちからデボちゃんに手作りチョコをプレゼントします。っていうのは実は偽企画で、はい、デボちゃんにはここまでは伝えております、うん、本当の企画は、市販のチョコを手作りだと言い張って渡したら、はい、エボちゃんはどんな反応するのかっていう企画でございます。誠に胸が痛いです。はい、初コラボなのでね、失礼なことをしてしまうんですけど、はい、ここはちょっと心を鬼にして、うん、エボちゃんには申し訳ないんですけど、ごめんなさい。すみません。はい、まずレベル1どうしますか？レベル1はここざっと見て思ったんですけど、はい、なんか一番ちょっと魔法ができるかなやつ、このバーンみたいなやつがいいなと思ったんです。どうですか？はいはいはい、いいね、いいね。感が一番、うん、ありますよね。こういうのだとなんかモロ作った感じじゃないですか、うん、だけどこういうのって一番手作り感があるなって感じで、魔法、うん、が作ったみたいな、そう、が作りましたみたいな感じ。これは第一段階ですいい、ね、レベル2どうしようか。結構なんか手の込んだやつでいいと思うんじゃないですかね。あ、ちなみにもう先落ち言うとレベル3これですレベル3もこれ。こんなの渡された時よね。ああ、いいかもしれない。あ、でも待って、でもラッピングはさ、違うやつやるでしょ。さっきも見つけたんだけど、これどう思う絶対やるよこれ絶対作れないよ。うん、G 書いたんですよって。書道3段、書道1段取ってて、はるかやりまして、書道あれ持ってますって言ったら多分信じてくれるんですよ。じゃあこれ第2段階にしましょう。これ第2段階、第1段階にね。で最後はこれでーす。これしよう。もう分かりやすいから、それでも型で作りましたって言って、騙されない。うん。じゃあそれにしましょう。買いに行きますか。はい。はい。ということで、AK 名は 100% OK です。ということで、今から開けていきたいと思います。どう考えても作ってないでしょ、これ。どう考えても書けないよ。マホ作ってる。ずっと触ってて。一回入れてみる。ほら、どう？だってそれ市販じゃん。明らかこれの。で、この中にボンボン入れてみる。だってトリュフだそう、これ。トリュフだよ。これトリュフなのにこんなボコ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 入れてるやつの。どうしようかな。よし、できた。行きますか。絶対これの方がいいと思わない？じゃあこれにしてみる。で、明らか市販じゃん。この中にボコボコでいいかな。じゃあ、うん、もうボコボコが好きでいく。じゃあそれではこれ第一段階、第二段階、なんかこれ絶対わかんない。最初見た目的に、うんうん、これ大丈夫だわ。いけるいける、とりあえずやってみる。呼びたいと思います。チョコと、今日チョコレートくれるって連絡来てきたんだけど、チョコレートくれることってですか？ドーミシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。とデボちゃんでーす。イエーイ。恥ずかしいけど안녕하세요デボちゃん입니다。안녕안녕。恥ずかしいわこれは。事務所キーさんにお邪魔させていただいてるんですけど、今日はデボちゃんに手作りチョコを渡したいと思います。まあちょっとデボちゃんには申し訳ないんですけど、ちょっと順位っていうか優勝を決めていただきたいです。で、優勝した人は見事あの手作りチョコ女王として名が刻まれるので、私たち一生懸命頑張ってきましたので、じゃあ、はい、早速渡していきますか。はい、レッツチェゴー。私どちらかといえばすごく
作るのが苦手なんです。うわ、大丈夫、料理が本当に下手なんです。わ、大丈夫大丈夫。え、愛の心が入ってれば美味しいので。はい、じゃあ渡します。どうぞ。ありがとう。食べるね。そうそう、はい、うまそう。これ、マオは作った？はい、うまいわ。これ、買ったのとなく、マオが作った？マオですよ。これ、作られる？これうわありがとう、ありがとう。なんかちょっとクオリティが、見た目がね、色がついてる、これは。見て、うん、ちょっと私、抹茶好きじゃん。あ、そうやった、うん、よかった。すごい。何それ、何書いたの？え、これあのこれ花もついてる。やばい、これ片物じゃないでね。え、肩あ、そうじゃなくて買ったやつじゃないでね。作ったんだよね。これ何、韓国語？セヨンチャル？習ってたから。はるか書いた？はるか頑張ったな、ありがとう。まあ、チャイフンチャル。マッチャー、皆さん、ね、マッチャー。ハルカのチクタッチ、うまっ。すごい。え、これ硬いじゃない？違います。あ、作ったのこれ。作りました。やば、これコンビニで売ってるものじゃない？違います。これって違うけど、なんか本当これやばくない？やばくない？あ、皆さん、これ嘘でしょ。皆さん、あの、わざわざ型を買ったんです。あ、わざわざ型を買ったの、はい、すごい。結構8時間ぐらい。8時間8時間を3日に分けました。あ、じゃあ私たち目つぶってるんで、うん、あ、オッケー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 。 そっちが開くと思う。行くね、妹ちゃんたち。はい、おじいさん来ますよ。はい、おじいさん来ます。一時はるか、おめでとう。せーの、大吉大成功。はい、ちょっと待って、あの時実は私たちが作ったチョコ、市販のチョコでした。市販のチョコは何？あ、売ってる、売ってるチョコです。あ、ちゃ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 、売ってるやつなの？売ってる。これね、私コンビニで売ってるの見たもん。また同じやん、これまた同じやん。デボちゃんは優しい。はい、という結果でした。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。素敵な男性でした。これがどういう意味か分かりますか？皆さん、悪魔とセグメンはライバルです。これがチェゴでは、これは私今一緒に伸びてるから、努力者が、うん、チョアの皆さん、私のチャンネルの登録と高評価お願いします。あ、ボモちゃんたち、あの、チェコのチェコちゃんたち、あの、ダンスうまいから、ダンス踏み歩いては、うん、登録して、うん、ありがとうございます。カッパリ、カッパリ。はい、3月29日日曜日、チョコリシャスボリューム2大阪ワンマン開催決定しました。イエーイ。そしてなんと新曲、なんと2曲初披露します。他にもカバーダンスなど盛りだくさんです。はい、チケットの購入は概要欄からできます。はい、そして大阪ワンマンの詳細についてはこちらの動画を見てください。みんな待ってるよ。バイバーイ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてデボちゃん、コラボしていただきありがとうございました。ドッキリしてしまいすみません。
はい、それで3月20日にも、チェゴ京都でライブするので詳しくはツイッターを見てください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。